ます。今日もということで八坂神社でございます。眠い。そして京都に来たということで、まずはこの八坂神社でお参りして、今からねあるところに向かいたいと思います。まずは必勝祈願ということで、はい、この動画は最近ねできたあるところに行きたいと思いますんで、皆さんぜひご覧ください。ということで行ってみましょう。すげえな。山。すげえな。来週からの稼働ですね。センテニアルパーク、すげえ。うわめっちゃ綺麗。おお、これパドックか。見えへん。
うわ、新山号蹄鉄。すごい。続きましては、お、ブライアンです。ブライアン。続きましては、メジロラモーヌ。牝馬ですね。牝馬三冠ですね、これ。牝馬三冠。メジロラモーヌ。ミスター CB。 確か2年連続3冠やった。ルドルフ CB。 シンボリルドルフ。ルドルフ。セントライト。セントライト記念がありますね。行きましたよ。ディープ。全然出来場所ってまたね、ロンシャンのやつ馬券あるけど買ってもらった。なんか何とプロに出来場所なあ、僕が一番好きな馬ヤイゴム的おれへん、オルフェ。え、三冠ちゃう、三冠ちゃう。ジェンティルドーナ強かったね。もうジェンティルはもう岩田アパパネ出た。金子さん、スティルインラブ。これはミユキちゃんですね。続きましてはベアリングタット松山光平ですね。コントレイル、コントレイル来ました。シルクレーシング、アーモンドアイ、アーモンドアイ来ました。今やお母さんですよ。エピファとモーリスの子を出産したかな。さすが大鳥ですね。新山、新山、これが京都センティニアルパークの三冠馬の銅像たちでした。さあレース前の新しくなったパドック、広いねパドック。昔どんなやったっけ、丸やったか、丸、丸、京都は丸やって。そうや、この辺もこう改造したんやんな。そう、いやすげえな、すげえ、めっちゃ広い広場。こんなとこにもビジョンあるわ。めっちゃ綺麗な、これ何これ、競馬場やないぞ。ビギナーズセミナー受けへん、受けへん。俺ビギナーちゃうから、クロートやから、俺馬主もやってますから。これコントレイルやん。これ特別に作ったんか。でか。コントレイルだけはこんなでかいのが、これなんか前田さんがなんか寄贈したっていう噂の。見てこれ気持ちいい芝。お、なんやいう。マスコット。いただいておりません。何ていうマスコットでしたっけ。パーフィー。いや、聞いて一瞬で思い出した。これ覚えとかなんか。京都楽しいね。ね、もうレース全然いいんちゃう。目標はレース。ライスシャワーの、はい、これ。ね、ライスシャワー。続きましては、これかな、集まってきた。
これ何か分かりませんさあ、そしてこの辺はなんか遊び場すごいね、これ関西グルメフェアやってますよ。デブステーション、デブステーション、デブエリア、これ食うとかなあかんのちゃうんすか。一個ずつ行ったらもう昼いらんな。いや全部食えんって、これ半分ずつしか食えるで。これでも多分今後もなんかいろんなあれがあるんでしょうね。竹豊がビールになってるぞ。そりゃなるやろ、もう豊さんともなると。ただのええの、まだ、いや、ただなわけないやろ竹豊が本気で考えたクラフトビール。じゃ、瓶ビールギフトだよ。1000円竹豊がオリジナルカップ入り、オリジナルコースター付き。いや、美味しそう。神戸牛やて。ベルギービール。うわ、これうまそう。赤身クソうまそう。やばい、これめっちゃうまそう。すげー、これ食ったらあと食えんな。すごい。これ子供が遊ぶとかね、これね。いやいいですね。これ向こうに1ポンドステーキ、炭塩近江牛、肉ばっかりやん。で奥、その奥に行くと子供が遊ぶスペースが。すごいすごい、めっちゃ綺麗やん、芝も。あ、これ本物芝やん。あ、芝や、芝や。これ本物、人工芝じゃない。入り口反対側、あ、向こうじゃない。ほら、あんなにさ、芝生でいっぱい遊べてさ。ほら、もうこれ子供でトイレもすぐ近くにあって、で、お腹減ったらここでなんかちょっと軽く軽食もできる。トイレ行きたいやつだな。平日も入れるんや。平日も9時から5時まで、で金曜日以外行きますね。え、カーネルファンだ。それうわ、これは子供には最高やな、これ。素晴らしいね、これ、この環境。いや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 、ほら、いいですね、京都競馬場センテニアルパーク。いや、今まあまだ全然ね、もうちょろっとしか見てないけど、すごいセンテニアルパーク。もう施設は充実、そして綺麗で、子供の遊ぶところも充実して、まあ、ほんで今はね、期間限定で5月末までかな、関西グルメフェアということで、多分これ開催の時は何かしらのね、こういうイベントやってると思うんで、食べ物も多分充実してると思います。まあ、こんな京都競馬場、名前はセンテニアルパークということでね、はい、まあ、そんな感じで、とりあえずこの辺で1本目は終わると思うんで、はい、ありがとうございました。